どうもこんばんは、エネムです。前回の動画でリスナーの方から新田プロとの篠原のプレイ動画をいただき紹介させてもらいましたが、ムカデカネキが見たいよって人が何人かいました。確かに俺も見たいなと思ってツイッターでムカデ持ってる人戦闘シーンとかの動画くださいって言ったら、親切にもですね送ってくれた方がいたので紹介していきたいと思います。ではどうぞ。ここら辺はムカデのスキルですかね。気になる方は訳してみてください。外国人のリスナーに聞いてみたんですけど、 DPS キャラとして PVP で使えるとのことです。あとその方の個人的な意見なんだけど、フクロウ店長よりかは優秀だよって言ってました。でバトルですね。通常の攻撃モーションですけど、右のカグネで一撃、左のカグネで一撃、その後空中でスピンしながら多段ヒットになってるのかな。これはめっちゃかっこいいよね。多分これアニメルート A でコクリアで篠原さんと戦ってる時の動きを再現してますよね。で2番目のスキルがカグネを地面に突き刺して突進、1個目のスキルが、両方のカグネで多段ヒットの突き刺し、そして最後のスキルがですね、右のムカデカグネとリゼカグネを出してですね突き刺す攻撃ですね。これ篠原さんを倒す時の攻撃ですよね。再現度めちゃくちゃすごいんだが、この攻撃は今までどのゲームでも再現されてなかったんでめっちゃ嬉しいですね。ムカデカグネとリゼのカグネが同時に出てる時のムカデカネキを見てみたかったんですよ。ゲームでイラストでも 3D モデルもなかったからね。まあ、このゲームのムカデカネキの 3D モデルはグルカルに近い感じですね。なんか立ち方とか騎士感があります。ということで今回はムカデカネキの紹介でした。ちょうど今ピックアップ来てるんで、欲しい人は引いてみるのもありなんじゃないでしょうか。今回動画を提供してくださった方、本当にありがとうございました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。